しゃ、行くか。なあ、そうかい。お、あの、なあ、ふん、ああ、一番はあ、突破しに行くか。How's your moment? Hey, where you headed?Roger that. Be there in a hot minute. よー、こっちこっち。
いらっしゃい。あの、いらっしゃい。ありがとうよ。よ、足立さん。おお。あ、そういやさっきマスターと話した。ん？あれか、アキコさんって人の宝石店、ハワイにあるか調べてもらってんだよな。うん、それよ。結果から言うとやっぱり見つからなかった。おっと、そうだったのか。まあでもまだ分かんねえよな。マスターもハワイ中を調べきったわけじゃねえだろ。とはいえ結構方々に当たってくれたみたいでな。正直俺はもう半分諦めかけてるよ。探し物は忘れた頃に見つかるもんだぜ。まだその時が来てねえってだけかもよ。確かにまだ俺もハワイに来たばっかだしな。だいたい探すのも人任せだったわけだし。俺もこれからは宝石店がねえか街で気をつけてみっから。おう、ありがとうよ。まあ、しかし実を言うとだな。ん？アキコさんは俺が会いに行ったら迷惑に思うかもしれねえ。なんでだよ。20年前に彼女ん家の宝石店が襲われた時、本当言うと警察は未然に防げたかもしれなかったんだ。未然に防げたってどうやって？事件が起きる数日前、店に不審な客が来てるって警察に通報が入ってたな。その通報者ってのが当時女子高生だった明子さんだ。へえ。けど不審な客ってだけじゃ警察も動きようがなかったんじゃねえか。わざわざ署まで相談しに来てくれたんだが、相手が高校生の言い分ってこともあった。親御さんの方は娘があんまり真剣に言うもんで一応付き添いできたって感じだったらしい。で、あんまり大人が深刻に受け止めないでいたら実際に強盗が起きちまったってわけか。俺は事件の後、アキコさんを事情聴取して、そこで初めて事前に署へ相談してたと聞いたんだ。彼女によると週に何日も店に来るのに毎回何も買わない男性客がいた。そして店の様子をじーっと舐めるように見回してたって言うんだな。確かに怪しかったんだろうけど、それだけじゃ警察が動くにも決め手がねえ感じか。せいぜい付近のパトロールを増やすのが関の山。それだって何日も延々とは続けられない。結果として実際に宝石店は強盗どもに入られることになった。その犯人はやっぱり明子さんの言ってた男だったのか。うん、犯行グループ3人組のリーダーだった。なるほど。犯行時明子さんは店にいなかったが、親御さんは夫婦揃って縛り上げられた。軽傷で済んだのは不幸中の幸いよ。だがしばらく生きるか死ぬかの恐怖を味わわされた。事件後は休業してやがて犯人も捕まりやしたが、結局宝石店は閉めることになった。はあ、なんともやりきれねえ話だな。アキコさんは警察がろくに動かなかったとえらく怒ってたよ。そりゃそうだ、彼女の方は打てる手を全部打ったのに、警察のせいで両親が危険にさらされたんだから。けどよ、その事件って足立さんに責任はないよな。足立さんは事件前の相談を知らなかったんだろう。
まあな。ただそれでも明子さんのお叱りは黙って聞くほかなかったよ。もし俺が彼女の相談を受けた警官だったとしても宝石強盗を未然に防ぐのは無理だったろう。じゃあ足立さんは明子さんに会って事件のことを謝りたいってことか。さてどうなんだろうな。まずは何より彼女が元気でいるか知りたい。俺だって今回たまたまハワイに来たんじゃなきゃこんなこと思いつきもしなかったはずだ。その先は実際に会ってみなきゃわからねえか。そういうことだな。刑事時代の知り合いにも後で連絡してみるよ。明子さんが本当にハワイに店を出したのか、誰かその場所を知ってる知り合いはいないか。あれ、なんだよ、そっちの線はまだ当たってなかったのか。もし万が一彼女が不幸な人生を送ってたらって、それが怖くて本腰入れて調べらんなかった。そっか、はあ、なるほどな。まあでもお前にいろいろ白状してたら少し気持ちが外に向けられるようになったよ。ならよかった。やっぱりたまったもん吐き出すにはダチと飲むのが一番だろ。そうだな。認めるよ。おい、ん？ごめん。気合入れていこうぜ。安全運転で行こう。How's it, my man? Hey! Roger that. Beat her.
なあおばちゃん、どこまで行くんだい。すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれよ。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。おう。今、世界で信用できるのはあんたたちだけだ。だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中。けどハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。はじめましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、事の経緯は後で本人から聞いとくれ。で、このガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番だ。よろしくな、ラニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたがアカネさんですね。ええ、改めまして岸田アカネと言います。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう。本当に嬉しい。いや、そんな。なんか照れるな。でも、あかねさん、あかねさんのままでいいですか？もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。
丘に上がっちまった以上、いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあ、ラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい？うん。そっか。なら、アカネさんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど、飯はうまいぜ。行けば、アカネが安心できる。ああ、アカネさんも安心できるし、何ももう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。うん。じゃあ、行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。大道寺。ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん。私もキヨさんももう隠れ続けるのが厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん。私だよ。おーっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。千歳、どうかしたか。あ、いや別に何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出のめどがつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今な、お互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよな。茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。多分これのせいだと思う。これ、ラニ見せてあげて。え、大丈夫、春日さんたちはラニを守ってくれる。ペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのに、そこだけ違うからなんか特別感あったんだよな。これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な
唯一無二のもの。唯一無二ですか。でもそれじゃあ。ええ、そこが問題なの。まず私がラニーと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたから、それを片付けていたの。そんな時間まで。施設の所長さんってのは大変なんすね。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうして茜さんのところに来たんだい？私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。でもおばあちゃんが病気になっちゃって、病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持ってホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙？手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあ様のものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。どういうことです、茜さん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後、パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認めない。正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。選出された者に対し、代表の証としてこの紋章を託す。ああ。ミリラニ家っていうのはラニの家系。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。その時のプライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、何かの間違いだってことをブライスに直接確認するのは真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのに、ブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると、銃を取り出して何に向けたの。私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて、本当に怖かった。見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。
こりゃメンツ丸つぶれだ。そうでもねえ、あんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。あれ、じゃあデイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは。筆跡の偽造屋なんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。それにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか。ええ、部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だってんなら不正な経緯ってのは何なんですかね。当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。遺書の内容からして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。ってことはこっちのペンダントが本物で、ブライスが持ってるのはおそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやく分かった。でもなんでミリラニ家でしたっけ。ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。なのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。あの時のマスミさんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうより親さんの惚れた人なんすよね。ん？産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強い人、ずっとすげえと思ってました。急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことを諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。
あの時と同じ。そうかもしれない。懲りない人間なのね、私。いえ、昔親さんが言ってました。こいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだって。まだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね、すごく嬉しい。時間じゃねえぞ。もちろん命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ、鉄。大丈夫です、人っ子一人いません。サージ、こっちもオーケーです、親父。よし降りろ、俺らもすぐ離れる。オンに切る、病。極道門がその年で親孝行できるなんてよ、お前はついてる。ああ。俺だ、春日だ。専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな、さすがは日本の悪の組織。違います、影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ、よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え？我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。なっと、花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。え、何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ、急にどうしたって言うんですか千歳さん。スマホ返してもらえますか？千歳さん。じいちゃん。この人はね、一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。は？ごめんねみんな、私はずっとこいつに脅されて逆らえずにいたの。ダメだ、なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。ちとさんはこの間会ったばかりの人らしい。何すんだ。この人の足はちゃんと動く、車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね、荒川雅人っていう。思い入れの強い人だったんでしょう。その人との思い出につけ入るために
この車椅子は小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ、それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いやそんなことは、俺振りかどうかくらいわかる。エイちゃんの足は間違いなく エイちゃん、よかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど、どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名、そりゃ清流会の海老名のことか。そうそう、お前は誰だ。ドワイト、全部バレた、この場所も茜さんとラニがここにいることも。残念だよ富士宮千歳、お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前、一番ここはもうダメ、すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。ラニ、アカネさん、ラニ、くそ、あら、私の出番ね。覚悟。ビビってんのか。よし、やるぜ。調子がいいぜ。やっ。No way! Farewell! Send me the gun! Yes! Let's come up! また成長しちゃった。
気を失っちゃいるが大丈夫だ。こっちはダメだった。花輪さんもボンもやられちまった。死んでる。なんてこった。そんな。ボン、花輪さん、ごめんなさい、ごめんなさい。連れてかれちまってすみません。全部俺のせいです。